犯罪デッキしか作れない男。どうも皆さん、外役系実況者リュウです。さあ本日なんですが、私が2020年12月度、デュエルキング到達してしまったと言っていいでしょう。あの強すぎてなんか到達しちゃったっていう激ヤバ外役デッキをねご紹介していきたいと思います。勝率 93% 強すぎ。15戦ぐらい、レジェンド、3、4ぐらいからやったんですけども、15戦くらいでやって14回勝ったんで、10連勝ぐらいしたんですよ。あのね、ぶち壊れてます。強すぎ。あの、何が強いって、もうね、これ見ていただければわかるんですよ、レシピ。なんかそのリンクスのガンみたいなカードだけ入れてるんですよ、俺。なんか相手が使ってきたらうざいカードってあるじゃないですか。相手が使ってきたらうざいカードだけ入れました、今回あのデッキに。まずですね、新しいパックでね、登場したバカベールね、このスキルと非常に相性がいい、そしてモンスターを残せる、ぶっ壊れカイトロイドみたいなカードですね、とカイトロイド、それからクリボール、そしてワンキロを防ぐウィンダー、そして、除外ギミックが結構いっぱい、最近の環境デッキはあるので、カオスハンターかなり刺されましたね。三積みしてもいいぐらいだと思うわ、これ。めっちゃ強い。まあ、ディスティニードローなんで、ね、好きな時に引いてくれるっていうのあるんですけども。で、ディスティニードロー用のエネコン。それから、相手のモンスターパクれるヘッドジャッジング。うっざ。で、チェーンロスト。これ意外と刺さるんだよな。例えばドラグインディーとかね。なんだっけ、1000以下の、攻撃力1000以下のモンスターを全部除外するから、結構ね、これ除外しちゃったら、なんかもう相手なんかアスカの出せないとかもあるんだよね。で、結構いろんなデッキで刺さるんで、これも2枚ずつぐらい。で、底なしカナディア、分断っていうほんとうんこみたいな、カードと、それから、アレイサね。これディスティントローにしてるんで、まあ何でも引いてくれるんですけども、ベールで炊いて、アレイサ引いてきて、で、ダイヤルフで相手の、カード44で破壊して、で、その後召喚マジ打ってプレカトレ出すっていう、ほんとリンクスの、なんか良くないところしか入ってないんですよ、このデッキ。もうなんか、もう、リンクス究極系みたいなデッキじゃないですか。もう本当にね、良くないと思うわ。使ってて。でもね、使ってる方が楽しいんだよ。問題があって、こういうデッキ。使ってる方は楽しいんだけど、ちょ使われるとめっちゃブロックしたくなるっていう、ちょっとね、通報、もうもはや通報まであるみたいなね、話あるんですけども、早速ね、ちょっと犯罪デッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ、被害者の方、本当に申し訳ございません。さて、天井員アスカさん、何デッキだろうな。ちょっとわかんないんだけど、儀式の檻、メガリスですかね。まあベンデットとかもあるけど、さあとりあえずベイルが来てるからまあ関係ないわもう。まあ儀式デッキあんまりなんか連鎖除外メガリスだったらワンチャン刺さるやついる？ちょっとあんまりよく俺詳しく知らないけど、メガリスのデッキ、ベンデットライトオッケー、ベンデットライトのオッケー、ベンデットだったわ、ベンデットオッケー。カオスハンター出しちゃったら多分大丈夫だと思うわ。カード除外できないから、相手のカードは相手だけ除外できないんですよね、このカード。カオスハンター環境をガン刺さりしてっからよ。とりあえず入れとく、こういう耐久デッキはね。あー強いね、普通に強いわ。連鎖除外ね、これ多分刺さんないんだよな。多分コストにしましょうか。カオスハンターのコストにして取っといて、これね、こうして、で、こうして、で、これでエンドルいきましょう。多分ね、大丈夫なんだよね。連鎖除外してなくても。ペンデットってあんまり連鎖除外刺さるカード入ってないと思うから、しかも召喚特殊化してこないと思うから、セットして、儀式召喚してくるからね。多分これコストにしちゃっていいかなっていう、今のところの読み。ちょ、ごめん、触ったら。これ、あんま知らないんだ、ベンデット。で、ヘルハウンド。あ、まあ、それ召喚してきたら刺さるけど、多分セットしか知らないでしょ、それ。セットで、まだ儀式引いてないってやつね。まあ、いいや、こっちもすげえ遅いから。めちゃくちゃ遅いから、こっちのデッキ。はい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 。なるほど。これは、これ、反転してバトルしに行ってさ、何？安心させる相手。あれ多分さ、収録に焼けないでしょ。なんだっけ、なんかお兄さん。あ、これこれこれ。なんつったっけこれ。レブラント。やべえ。ちょっと、ベンデット、エアプ、めっちゃバレるわ。
で、 で戦闘開始されるともう一回戻ってくるやつね。はいはいはい、 OK です。でそれ戻ってくるのはいいわ。で多分儀式そろそろ引いてきてくれんじゃねえかなって思ってるんだけど、まあ、そこらしとカオスハンターとクリボールあるん で、 でしかも手札にはベイル、これさすがに強いでしょ。さすがに防御札めっちゃ優秀だしなんとかなると思うけど、さあリベンデッドボーン来た。でこれで、魔法トラップを除外する効果と、モンスターを除外する効果が多分付与されるんですよね。あのベンデッドなんだっけ、リベンデッドスレイヤーだっけ、あれに儀式にするとレブラントがモンスター除外するで、なんかヘルハウンドが魔法トラップ除外するっていうあの効果持ってるから、これでめっちゃ最強だ俺のベンデッドと思ってんだろうな多分。でとりあえずカオス3だけ出すわ。でこれで除外できなくなっちゃった。さあ今効果使うしかないっすよ。今効果使わないとカード除外できなくなりますからね。また大丈夫ですか。はい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 、うまいでいいですよ。さあ魔法トラップを除外していく効果、そこにそこらし落とし穴を打つ効果あ、それモンスター除外はつかないんだ、チェーンして同じタイミングで。どうすんだろうこれもうリベンデッドボーンの破壊耐性すら使えません、カオスハンターがいると。なんでかっていうとね、相手はねカードを除外できないんで、相手はカードを除外できないんで、ボーンの効果を使うこともできなければ、墓地の素材を除外して儀式モンスターを出すっていうこともできません。なんとびっくりですよね。バトルフェーズ進んでいきましょう。であいつ守備力めっちゃ低いからバーンってやって、でボーン全く使えない。さあどうする。さあリベンデッドスレイヤーの効果、デッキから儀式魔法手札に加えながら墓地に、ベンデッドを送ると。ただね墓地から出す場合素材が手札にないと素材をね要は墓地から除外するっていうことができないんで、これ多分結構厳しいと思う。相手結構厳しいはず。はい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 、いいでしょういいでしょう。さあでぶん殴っていく。さあどうする。アドセカードなんかブラックっぽいな、なんだろうね、どうでもいいトラップとかですかね。さあ天井に敦賀選手墓地から除外して、ベンデットオンサーを出すこともできなければ、なんだボーンの破壊耐性を使うこともできません。さあカオスハンター1まで止まるデッキ出ました。カオスハンターガン刺さりしてる。でこれマジでさ、このガン刺さりお姉さんめっちゃ強いと思うんだよね今。皆さんどう思いますか。このやっぱ除外できないのを相手に強いるって今環境で除外するギミックってめちゃくちゃあるでしょ。まあ、シュラヌイはまあいなくなりますけど、比較的例えばですね、まあ、このベンデッド、あんまりベンデッド環境でもないけど、あと、ドラグニティとか、ブラックマジシャン、あと除外ギミック、あと、クリストロン、なんかほとんど除外するんじゃない環境デッキ多分だけど、デスペラードは除外しないか、インガ切断があるか、でもデスペラードにはインガ切断とかも打ってないね。あと、一応出てればブラックフェザーのあいつも使えないけど、まあ、それはあんま関係ないな。ブルーアイズも太鼓の回収はできない、サイバードラゴンはオーバーフローが使えない、聖騎士はなんかトラップカードでモンスター出してくることができない、やばいでしょ。でウィッチクラフトは墓地から除外してね、なんかマスターピースとかウィッチクラフトのなんかシュミッタとかの方が使えませんから。でサンダードラゴンなんかもうやっぱめっちゃきついでしょ。これこのモンスター俺クソ強いと思うんだよね。なんかカオスハンター入れとくみたいなところありません今この環境。俺カオスハンター全デッキに入れろ説ちょっと捉えておこうわ。ワンチャンめっちゃ強いと思う。さあバトルフェイズ来た。さあもちろんバスタードの効果も使えませんからね。これボールで、ま、守るか。クリボール。さあどうするんでしょうか。俺やることないんじゃない。だって相手もうさあ、あいつそもそもボーンで守れねえし、スレイヤーじゃねえから。はい、ウィンダー来た。いいでしょう。でまあクソどうでもいいクソだと思うんで、とりあえずこれ普通にこれ殴って勝ちか。はいはいはい出せば勝てる。カオスハンターこと最強対戦ありがとうございました。さあお相手またルカパーニさんじゃないですか。よろしくお願いします。デュル3倍オン。とりあえずガンクセですね。これアレイスターはアレイスターもセットしとくか。アレイスターセットエンド。とりあえず局所はやめてください。とりあえずの局所、まあ、一応ヘッドジャッジングがあるけどね。局所にもちょっとだけ強いっていう。ターン終了になるぞ。ターン終了何駅だろうな。
アレイスター、もうわかんねえけど、あーそうですね、まあ、ちょっと殴りに行きますね。殴りに行きますか。ベオウルフ、ベオウルフじゃねえや、ダイヤルフなっとくか。スキルわかんねえな。でダイヤルフなっといて、これでいいや。でまあこの罠でね、相手のモンスターを殴りながら、制御しながら、相手のバックとかモンスターは、あ、なんかあんな、光ったな、なんかありましたね。ハイトロイドか、クリボールか、なんかありましたね。今ピシャって、あのその時光ったんで、多分なんかありますね。あのチェーンオフにして隠しましたね。俺は見逃さないぜ、俺様は。さあどうする。あっか、やべ、あのデッキのスリーブは空手マン使ってた名残でなんかあれだわ。ガチオ風景になってるわ。あ、誰かねえしゃ、レイオか、それはそれは、別にいいか、ほっといていいわ。打点で抜けないじゃん。あのアサルトアーマーがさ、リビット解除だったじゃないですか。だからあれなんですよ、あの空手マン救ってたんですよ。また動画にするんで見てください、よかったら。でこうして、でウィンダー出して、でとりあえずこれで通ったら勝ちなんで、多分なんかクリボールですかね。ここで反応が、クリボールですね、クリボールがある、はい了解です、クリボールがある、了解です。でクリボールをまだありますか、なるほど、2枚はしゃあないか、はい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 、なるほど、クリボール2枚吐かせました。でこれで単終了です。でもそんなに、でもガネーシャは強いけど、もちろん、まあ、そこは足を引きますか。モンスター効果無効にしてくるのめんどくさいんで、ちょっと落としていきましょう。てってれー、カラディアはいいや。さあしっかりと落としたらどうして、あのガネーシャね、立てとくだけで強いですからね、あのモンスター。雑にウィンダーの効果無効にされますからね。なんなら強いよなあいつ。セットセットセット、なるほど、うん。さあ光るか、光りません、なるほど。カード1枚セットして、とりあえず攻撃表示、攻撃表示、これさ、あれなんだろうな、プルカスだったら勝てるか、貫通するから。クリボール3枚とないでしょ、クリボール3枚ないし、相手のライフ2000だから、多分ベイル引いてても大丈夫。ダイヤウルフ効果、多分炎属性だね、多分ね。 AO ってこれセットするから多分炎属性だと思うんですよね。だからこうしてね、でもいいけど、出てきたモンスター殴りたいから、こっちの方がいいか、こっちの方がいいわ。はい、でガルドニクス、あそっちない、オッケー。炎王獣ガルドニクスが破壊されると、敵から炎王獣と名付いたモンスター遺体を特殊召喚する。もちろんガルドニクスは炎王神獣だから特殊召喚できない、下級モンスターしか出せない。さあ出てくるのが何なのか、さあ何が出てくるのか。なるほど、役者じゃ召喚魔術打つ。さあなんか、なんだろう、何、なんか摂理かな、炎王炎環とかもあるか。ちょ、まあいいや、どうでも。とりあえず大先生出して、外野の呼吸1の方、プルガトリオ貫通2連打かっこ3連打外野の呼吸、アドステランダ、アドステランダ、ちょっと一生分かんなかったけど、対戦ありがとうございました。さあお相手また社長、よろしくお願いします。デュエル3倍、セットセットセット、田代、まあベイルがいるんでね、安心しますね。なんか別に知らねえってめちゃくちゃ安心するよね。デュエルリンクスってさ、いつもワンキルされるから、なんか後で、あーこれやばいなーって思いながら、こうドキドキしながらこう待ってないといけないっていうのあるじゃないです か。それがやっぱ一番辛いよね。ベイルいるとさ、絶対知らないからさ。沼地のマシンよ、なるほど。おー、なんだ、5キュートすか、お脱法やめろ。さあ、あー挨拶ね、いいよいいよ、全然いいよ、全く問題ない、融合 OK、 全然全く問題ない。もうベイルさん、あとベイルさんに任せたわ。さあ、さあ何が出てくる。マスターオブ、やばい、それはやばい、ベイルさん、ベイルさん。